ケイモトマサミのハッピーモーニング、ラジオ大阪からお送りしています。さあ、この時間は月に2度ほど専門家の方をお招きいたしまして、体や筋肉が凝ってしまう原因とか、あとその筋肉を自分でほぐすポイントを教えていただいております。来ていただいておりますストレッチ専門店ドクターストレッチのトレーナー宮内真也さんです。先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ドクターストレッチに、まあ、通ってらっしゃる方も、もちろん通ってないという方もですね、まあ、自分でストレッチすることをね、習慣づけるという、これがとっても大事だというお話を伺ったんですけれども、やっぱりあの日々少しずつ続けることでいい状態をキープできる、筋肉は記憶するものなので、すぐにサボると忘れちゃいますよっていう、そういうことだったんですが、あのお家でできるね、初歩的なストレッチをぜひ教えていただきたいなということで、先生にご出演いただくのも今日が最後なんですけれども、ぜひ番組が終わった後もですね、皆さんにはストレッチをつる続けていただきたいなと思いますので、今日ストレッチ先生どこの部分で教えていただけますか。今日はちょっと下半身から腰をメインに、ふくらはぎとお尻、腰までちょっとお伝えしようかなと思っております。わかりました、じゃあどこからいきましょう。最初ふくらはぎから。ふくらはぎから、はい、お願いします、ヨガマットの方に今移動中でございます、どうぞ。普通に立ってアキレス腱伸ばすと思うんですけど、ちょっと強度を上げたいなと今回思ってます、両手両足ついていただいて、四つん這いに。そうです。で、片足の、片足をアキレス腱の上に乗せる感じで、片足をクロスさせて、腕立て伏せのような感じなんですけど、実は、今先生はですね、左足の足首に右足をコッと乗せておりまして、なので足は一本で支えてます、両手はついてますよ、その状態 でこの状態でかかとを床の方にぐーっと伸ばしていくんだ。そうです。そうするとふくらはぎ伸びる強度がすごい上がります。ヨガでね、三角のポーズってあるんですけど、それは両足ついてるんですか。片っぽに乗せてしまうって、これは結構そうですけれども、それで、上がってる背伸びしてるかかとを床に近づけていく、伸ばす、そうです。これだけで、これだけで結構ふくらはぎの強度は高く伸びますね。その先生、背伸びしている足をね、かかとを床に近づけていくのは、ゆっくりゆっくりで大丈夫な方がいい。ゆっくりの方がいいですね。例えばこう、まあ5秒ぐらいカウントしながらつけるみたいな、そういう感覚ですか。すごいゆっくり、そうですね、5秒ぐらいで大丈夫で、はい、それをどれぐらいやったらいいんですかね。しっかりかかとがつく状態までいって、10秒から20秒はキープ、必ずキープしていただきたいですねじゃあ5秒ぐらいかけてゆっくりかかと床につけました、その後その体勢で10秒ぐらいキープ、そして反対、逆もします。これ両足で1セットとしたら、何セットぐらいするのが理想ですか。理想は2セットぐらいやっていただけたら一番いいなと思います。特にふくらはぎは全身の血流を、そうだ、流す働きもしてるので、ポンプ作用の第二の心臓と言われてますもんね、はい、じゃあそんな風にして強度を上げる、はい、てか最初から無理な方、今ストレッチ全くやったことないっていう方は、よくあの体育の時間とかにある、一歩前にちょっと踏み出して、普通に腰に手当てて、アキレス腱伸ばすところから始めていただいて、そういうのがもう楽々できるよっていう方は強度上げたこのバージョンで、の方がいいですね。わかりました、やってみよう、じゃあそれが終わったら、じゃあ腰ですかね、腰はちょっと仰向けに、仰向けに転がっていただきまして、片足上に上げますね、片足上に上げました。で逆サイドにひねります。左足を上げたらそれを右にひねっていきます、でこれだけでも腰は伸びるんですけど、ちょっと胸も一緒に開いていきたいなと思うんで、上げた足の方向の手を同じ左手を今度は左側に、そうすると胸も開いて腰も伸びるので、だから足と手が引っ張り合いっこしてるような、斜めになるような感じですね、ちょうど、ただ胸がすごい縮まってて硬い方は、手はフラットの状態で下半身だけの方がいいです。そうか、まだまだ胸が硬い方は、そこでちょっと無理が生じてしまうので、開けられそうだったら手も開いていく、はい、
だんだんですね、はい、そこはねだんだんです練習していただいて、はい、でこれを左右これ左右ですねこれは何セットぐらいがいいですかこれも同じように2セットは2セットぐらい、はい、でその例えば、今だったら先生左足上げて右側にパターンって倒したじゃないですか、はい、その状態で何秒かキープそうです同じように10秒ぐらい10秒あキープして、はい、ゆっくり息吐きながら深呼吸しながらやっていきます、はい、先生上げます、はい、で足をこう右側に今倒していきますね、はい、その時の呼吸は吐きながらですか吐きながら伸ばします吐きながら倒して、はい、そこで10秒ぐらいしっかり深呼吸してそしてまた戻す、はい、で逆側、はい、でできたらまあ1セット2セットぐらいしてください、はい、ほうほうほうこれが腰腰ですこれいいですね、はい、伸びますもんねかなり伸びますあとはあの私もお店に行ってびっくりしましたけどお尻、はい、ここは異常に凝ってますね人は凝ってますねはいお尻とかもできますできますおちょっと難しいんですけど、はい、同じように仰向けに寝ます寝転がっていただいて、はいはい、両膝立てた状態ではい三角座り足になってます、はい、片足の膝の上に足首を乗せます、はい、乗せます、はい、でこのまま自分の方に上げてくるんですけど上げてきて足を立ててた方向の、はい太ももを引き寄せる感じです、ね、あそこに手を入れてこうぐーっと引き寄せるわけですね、はい、そうするとおこれお尻伸びるんだもん膝の方に乗せてる足の方のお尻が伸びます、はい、逆ですねだから自分が持ってる方じゃなくって、はい、曲げてる方の膝上乗せてる方の足のお尻が伸びてるはずです、はい、でこれ強度上げたい時は、うん、こっちを少し上に上げていただいて支えてる方の足を伸ばしていく若干ですねはーはーはーでこれを上から下にグッともっと押す押し込むとさらに伸びる強度は、はい、上がりますはー、はい、痛そうこれは結構効きます、はい、でもそのお尻のその部分を伸ばしてあげることで、はい、腰痛とかも軽くなったりそうですね、するんですよね、はい、腰の筋肉はお尻から引っ張られてる可能性がすごい大きいので、うん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 、お尻を緩めた後に腰をやっていただいた方がしっかり伸びるかと思います順番としたらじゃあ、はいまあ、例えば最初ふくらはぎやりました、はい、じゃあ次はお尻、はい、でその後最後腰、はい、で下半身のストレッチ終了、はい、っていう感じになるわけですね、はい、はあ、分かりましたありがとうございますこれだったらでも寝転んでするものだったりなので、はいはいどなたにでも簡単にしていただけるというかはい寝る前でもテレビ見ながらでもできる、ね、はいそうだな全然できますよ、はい、皆さん、はい、あ先生どうですか、はい、戻ってくださいなのでですねぜひぜひ皆さんにも試していただきたいですご紹介いただいたストレッチは動画で YouTube ラジオ坂のチャンネルにアップしておきますのでそちらもご覧になってくださいでもやってもですねほぐしきれないところもあると思いますので、はい、その時はもうドクターアスレチに行っていただいて、はい、してもらってくださいはい本当に何とも言えない気持ちいい1時間が待っておりますのではいお待ちしておりますはい先生ねずっとお世話になってきたんですけれども、はい、先生出ていただく最後ということになるんですけれども、はい、まあこれから春に向けて体を動かそうという方もたくさんいらっしゃると思いますし、はい、そんな皆さんに何か一言メッセージを残していただけたらなと思うんですがはい、はい、そうですねと暖かくなってくる中でやっぱり筋肉も緩みやすく動きやすくなると思うのでぜひこのタイミングで皆さんストレッチをしたりとかストレッチ以外でもやっぱウォーキングだったりとか運動していただいてより健康な体を皆さん長く続けていただきたいなと思いますはい、はい、ありがとうございましたありがとうございましたさあ無理なストレッチは逆効果になることもあります専門家やお医者さんなどに相談してから皆さんの体調に合わせて行ってくださいそしてもうぜひドクターストレッチにも行っていただけたらなと思いますドクターストレッチで検索していただくとホームページに各お店がバッと出てきますので、はい、お近くにきっとあるんじゃないかなと思いますということでこのコーナーはドクターストレッチのトレーナー宮内真也先生に教えていただきましたありがとうございましたありがとうございました